た。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつも実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。ではパラディンズにですね、今回バトルグラウンズですね、100人戦場にいて生き残りを、狙うという、まあ、PUBG のようなモードが実装されたので、まあ、まだアルファ版ですけど、やっていきたいと思います。で、ここにバトルグラウンズってあるんですけど、ソロ、デュオ、スクワッド、3つの、モードで選ぶことができますが、まあ、どれも一緒なので、1人でやるか2人でやるか4人でやるかの違いだけなので、まあ、PUBG と同じですね。はい。なので、今回ちょっとスクワッドで、やっていきたいと思います。Select your champion. はい。で、選択画面になりましたね。一人ゴールドがいますね。はい。あとブロンズ。自分も含めてブロンズ二人と。はい。で、この8キャラからしか選べなくて、自分がアンロックしなかったら、こんな感じで苦労になるので、はい。意味がないというか、意味がないというか、選べないということですね。で、一応フロントラインダメージ、サポート、フランクから選べるという感じです。まあ、なので、ここはちょっと、チームのことを考えて、はい、回復を選んでみます。はい、これで、タンク以外いる感じですね。で、結構ね、タンクは、どうなんでしょうね、チームとして、このバトルグラウンズで機能しているのかどうかっていうのが怪しい感じですね。なんか、見た限りでは、動きも遅いし。はい。広いマップでは、動きが結構いいやつを選んだ方がいい。かなと思います。はい。はい。で、ここでは武器攻撃とかもできないという感じで、はい。こやつらと一緒に、これからバトルを繰り広げるわけですよ。で、タブを押すと、一応その全体のマップと、まあ、マーキング、できるものが選ばれます。で、レーティングとして、レーミングか、リメーニングか、どのキャラをみんな選んでるかっていうのが分かります、内訳が。やっぱキャシー人気ありますね。自分の選んだインは一番人気ない。マコアと一緒に人気ない。タンク結構人気ないんですよね。はい。選ばれてるのはやっぱり機動力のある、機動力があり、かつ遠距離攻撃ができるキャシーとか選んでま、選ばれてますよね。はい。で、ここで、上からまあ降りるわけなんですけど、4人で。降りるのはね、もう決まってて、自分の好きなところに降りれないんですよ。こうやって4人1組のこの飛行船みたいなのに乗って、いろいろ見えるじゃないですか。はい、こういう感じで、近いところであればこの人たちですね。下に見える。で、これ全然、強制的にこうやって降ろされるんで、もういきなりバトルになる可能性はあるわけですね、向こうの人と。はい。まあ、どう動くかによりますけど。とりあえず、こっちに行ったので、一人、こっちに降りてますけどね。なので、いきなり戦いになる可能性になりますが、ここはアイテムを取りに行きたい、ですね。で、アイテムはここの宝箱があるんですよ。こういう。お、いきなり戦いになった。はい、ここは回復でやりましょう。よし。あー、やばいやばいやばい。ここは逃げよう。ここは逃げたい。あー、やられましたね。はい。今みたいに勝ち合うとすぐにやられ、そして自分がおとりになったおかげで、この人は助かりそうだな。はい。終わりました。はい。リターントゥーホーム。はい。もう一回やりましょう。ユーロチャンネル。Choose your champion. はい。2戦目。今度はこのキャラですね。はい。まあ、ここはキャシー持った方がいいのかな。キャシー。っていう感じはしますけどね。やっぱキャシー多いですね。人気ありますね。はい。今度はやられないように。
しないとな。いいんでもいいんだけどな。車輪使おうか。車輪使おう。あんまり得意じゃないけど。で、またこれで、多分これ3回まで死ねるっていうことなんでしょうね。ひよこは3回までみたいな。そういう意味だと思うけど。で、これで今、進んでますが、近くに降り立つ人はいなさそうですね。ここ全部取れそうですね。この街。はい。で、さっきアイテム取れなかったんですけど、アイテム取っていきますね。普段、取るアイテムっていうのが、結局、宝箱で取れるんですよ。はい。なので、それを取っていきましょう。お、いきなりレジェンダリーカード。レジェンダリーカードじゃねえわ。はい。ここで I を押すと、カードが、ゲットできるっていう感じで。で、これで強くなるって感じですね。はい。で、シュートを押すと、もうすぐにマウント乗れるので、はい。それも結構移動も楽ですね、だからね。で、今範囲が決まったな。全然ここ端じゃん。とりあえずこっちは誰もいなかったような気がするんだよな。なのでここのアイテムを取りましょう。はい、こんな感じで普段選んでいるアイテムがこんな感じで選ぶことができるってことですね。でもアイテムはだいたい1つないし2つ入ってる感じですね。宝は1つの宝箱に対して。はい。なので、こうやってどんどん取っていくと。はい。まあ、とりあえず取っときましょう。で、面白いのは、青のカードだと青の種類のカードって一つしか選べないんですけど、普通のモードだと。でも、このモードは、青を4つとか選べる、選ぶこともできるので、まあ、そういう意味ではいいですね。はい。今、上に、ありましたね、カードが。でもあれどうやって行くんだろう、ここ。ああ、あっちからか。はい。じゃあカードを取りましょう。はい、こんな感じでどんどんカードを取っていくと。で、強くしていくと。みんなどこ行った？あそこでまだ孫ついとるんかい。まあ、とりあえず、まあ、無視して、ここでどんどんカードを取っていく。なんか、デラックスな宝箱があるぞ。取りに行こう。デラックスな宝箱、okay. 取りに行こう。多分取り合いになるんだろうけどな。取った方がいいだろう、これな。 The fog sets in. どこだどこだ。あ、もう無理なのか、取れないのかな。お、あるぞ、あるぞ。お、リューサ。レジェンダリーカードだ。おー、なるほど。レジェンダリーカードが取れるんだな。はいはいはい。だから、積極的に金は取っていった方がいいんでしょうね、多分ね。まあ、でもこれね、これを取ったところで、じゃあ、強くなるかと言われればどうなのかなという感じはしますけど、まあ一応カードなんでね。You have done me a great service.いきなり戦闘始まったけど、
とりあえず逃げようか。とりあえずここは戦わずに逃げるか。戦うか逃げるか。薄情な男になるか。まああんな感じでレジェンダリーカードアイテムを強化するんですけど、別に取らなくてもいいんじゃないかなっていう気はしてこなくもないけどな。無理していくよりも。はい、とりあえず今見つかったかな。まあとりあえずここアンチ外れ気味だけど、とりあえず中に入っとくか。中に入ったら今激戦だからな多分な。とりあえず残ること考えますか。どっか身を隠すとこないかな。あと、もうだいぶ減ったな。まあしょうがない。こういうところで待つしかない。で、一応乗っとこう。ああ、来ているな、いるな。中に入っていってるな。一応アイテムもな、レジェンダリーあと3枚ゲットできるからな、しようと思ったら。さあまたこれ範囲縮まるよ。ちょっと歩いていこう。なんか見つかりそう。おお、中に入ってる。みんな行ってるな。ちょっと様子を見つつだな、ここはな。ああ。ただ。なるほどな。なんかめっちゃいる。めっちゃいるな。めっちゃ戦いが起こってる。これは突っ切るか。これはこっちから回って行くしかないだろう。自分は一人なのだから無理はしないぜ。なんか聞こえてる。よし、ここで降りて。こっちから来られたら終わりだけどな。まあまあいいだろう。これでここで待機だ。とりあえず。うわ、怖え。怖えわ。これ一人だからな。怖すぎるだろう。さあ次の範囲はどこになる。お、いよいよ決戦だなこれ。まだいっぱい残ってるからな。まだ20人ぐらい残ってるもんな。おっと、いい感じだ。よし。あそこに入るか。とりあえず。とりあえず入ろう。お、来た。やばい。今、中に入ってきたぞ。めっちゃ聞こえる。ただここは我慢だ。我慢するしかない。さあ次もう最後ぐらいじゃないかこれ。範囲めっちゃ狭まってる。お、10プレイヤーズになった。さあ絞られたぞ。さあ次はどこになる。うわー、外れたか。外れたけど、
うわー、めっちゃ外れたな。こっちか。こっちに行かないといけないのか。まあただ最後まで粘ろう。ウルトが全然たまらないな。まだ 21%。 さあ最後勝負か。最後なんか入り乱れての戦いになりそうだな。さあ行くしかない、行くしかない。行くしかない。行くしかない。ここで待機。とりあえず待機だ。うわ、なんかめっちゃ聞こえてる。これは緊張の一瞬が来た。あーっとやられた。あー、一瞬でやられた。4まで粘ったけど。そうか、最後こういう戦いになるのか。狭まってからもう入り乱れての戦いになるんだろうな、多分な。はい、こんな感じになりました。いかがだったでしょうか。まあ、とりあえずの、感じでは、まあ、最後範囲が狭まった時にカオス状態になってバトルロイヤルがそこから始まる感じですね。こう範囲なんていうかな、その PUBG のような緊張感はあんまりない感じはしなくもないかな。どうなんだろう。結構生き残ってましたしね、まだは。はい、なのでまだ様子見ですけど、これからどういうブラッシュアップされて良くなるのか楽しみですね。はい、まあこんな感じでスコアも見ることができるということですね。はい、はい、では、また機会があったら、PUBG パラディンズ版 PUBG 動画撮りたいと思いますので、また見に来てください。というわけで、とりあえずの、ファーストインプレッションでした。ユロでした。バイバイ。